ちは、カノンです。今日は新学期が始まるので新しい筆箱をまた紹介していきたいと思います。はい、今度の筆箱は見た目はこんな感じです。この筆箱はちなみに100均で買いました。これはこの前ポケットと後ろポケットがついてます。じゃあまずこっちの前ポケットから紹介していきたいと思います。入ってるのは定規と 0.5 の写真 とこれは修正テープ とテープのりの2つつながったやつです。で、物の消しゴムとこちら付箋ですね。この付箋はなんかちょっと普通の付箋と違って、ここからこうビリビリってこう引き出すタイプの付箋になってます。であとこちらはカッターみたいな形のこういう折りたたみのハサミです。でここにはこういうちっちゃいクリップ2つとちょっと大きめのクリップを1つ入れてます。はい、次に後ろの大きいポケットも紹介していきたいと思います。後ろは主にペン類を入れてます。中身はだいたいこんな感じです。でまずこの4色のこのボールペンですね。なんかちょっとサラサに似てるんですけど、なんかこういうパステルカラーの普通の色よりちょっと薄い感じの4色セットのボールペンと、こちらマイルドライナーなんですけど、こちらはですねこのキャラクターなんですけど、バーバパパっていうキャラクターのやつになってます。なんか可愛いですよね。と色は紫と黄色と緑とグレーとピンク、ちょっと蛍光のやつです。で、これは普通の黒い水性ペンですね。で、シャーペンはこのモノの 0.5 の水色と紫を使った2本と、これはなんだろう、ドクターグリップのシャーペンです。これも 0.5 です。で、ここがなんかこう変えられるような。でこちらがデルガードの 0.3 のシャーペンになってます。でこっちもデルガードの 0.3 です。でこれがサラサの3色ボールペンです。色は黒と赤と青です。であと 0.3 の写真と水色のピットのりです。はい、以上でこんな感じです。でこういう、これは中身は結構適当に、はい、外にはこの K って書いてあるキーホルダーつけてます。でちなみにこちら透明の無印の下敷きです。これもこれから新学期から使います。はい、ということで今回は新学期から使う筆箱とちょっと下敷きを紹介してみました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。